皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今日はこちらのボーダーとドットのアートを、全て100円ショップで売られている材料を使って作ってみたいと思います。今回は筆を使用してません。セリアのジェルと、あとこちらボーダーは医療用の紙テープ、そしてドットはこちらのドット棒を使って作ってます。それではこちらのやり方スタート。ではまずはじめにボーダーのデザインを作っていきたいと思います。でははじめにベースのジェルをスモーキーピンクで塗っていきます。入れていきます。では二度塗りしていきます。ライトに入れていきます。はい、では次にボーダーの部分を作っていきたいと思います。ボーダーの部分はこちらの医療用に使う紙テープを使っていきたいと思います。ではこちらの3分の1に切ったものがこちらになります。ではこのテープを貼っていきたいと思います。貼る時のポイントはここの部分を見ながら貼っていきます。ここがまっすぐなるように貼っていきます。でしっかりとテープをくっつけます。はこちらの上に白のジェルで塗っていきます。はい、では一度塗り目ライトに入れていきます。はい、では二度塗り目を塗っていきます。ではライトに入れていきます。はい、ではこちらのテープを剥がしていきます。
ーができました。今こちらをトップコートを塗って仕上げていきます。はい、こちらで完成になります。医療用のテープを使うことで簡単にまっすぐ線を描くことができます。では次にドットのデザインを作っていきます。どうぞ。では次にドットのアートをしていきたいと思います。ベースは白で塗っていきます。はライトに入れていきます。はい、2度塗り目をしていきます。はい、ライトに入れていきます。では次にハートの部分をピンクのジェルで描いていきます。ではこんな感じでライトに1回入れていきます。はい、では2度塗り目をしていきます。周りがガタガタでも後からパールを乗せるので、その時にハートの形を整えていきます。ではライトに入れていきます。はい、では次にドットを描いていきたいと思います。ドットは白のジェルをこちらのパレットの上に乗せて使いやすいようにしました。ではこちらをドット棒を使ってドットを描いていきたいと思います。ではランダムに乗せていきます。では一回ライトに入れていきます。はい、では次にベース&トップコートを塗ってパールをつけていきます。
れていきます。はい、ではこちらをトップコートを塗って完成になります。はライトに入れていきます。はい、こんな感じで完成になります。こちらもとても簡単で可愛いデザインに仕上がります。こんな感じに仕上がりました。とっても簡単で可愛いデザインです。皆さんもぜひ試してみてください。